ラノビアは2015年のスペイン映画。監督はパウラ・オルティズ。原案は1933年に初演されたフェデリコ・ガルシア・ロルカの悲劇、地の婚礼であり、1981年にはカルロス・サウラ監督が映画、地の婚礼を撮っている。花婿、花嫁、レオナルドの3人は幼少期からの三角関係にある。 花嫁は父親と暮らしている白い砂漠の中で花婿との結婚式の準備を行うが、花嫁はレオナルドともほどけない糸で結ばれている。式の前日、小敷が花嫁の家の扉を叩き、お前が彼を愛していないなら結婚するなと忠告する。花嫁は体が震え、小敷にガラスの探検を与える。年のサンセバスティアン国際映画祭では、 コンペティション部門ではなく、サバルテギ部門で上映された。二千十六年一月二十九日に受賞式が開催された第三回、フェロス賞では、ドラマ作品賞、監督賞、主演女優賞、女演女優賞、音楽賞、横加編賞と、六部門で受賞した。第三十回、ゴヤ賞では、作品賞や監督賞を含む最多の十二部門にノミネートされたが、受賞は、 助演女優賞と撮影賞の2部門に終わった。花嫁役のインマクエスタ、ありがとうございます。